本当初戦、えー、優勝で飾ることができてね、本当ホッとしてるのともう本当嬉しいですね、えー。久々のチーム三菱ラリアートとしてのねラリー参戦だったんですけれども、まあ我々あのほぼ市販車に近いトライトンでの参戦だったんですけれども、まあ自分の中ではね、本当あの三以内に入れたらね、今回上出来かなという風に思ってたんですよね。我々がその総合優勝できたまあ最大の要因というのはね、まず 車がノントラブルであったということ、まあ、それともう一つはね、まあ、しっかりね、メカニックたちも、本当にあの車の点検、整備、ミスなく終えたこと、われわれ市販のトライトン、まあ、そんなに手を加えてないんですけれども、ベース車のね、やっぱり良さ、本当に SUV でありながら、乗用車のようなハンドリングが、ね、得られるこのピックアップ、まあ、あ,のありとあらゆるね、アグロっていうのが条件揃ってて、ここでね、トライトンの良さっていうのが、すごく光りました。 やははりまずは1つは、まあ、車の剣道性すごく丈夫だし強いですねで2つ目が優れたハンンドリングです、まあ、どんな路面でも車を本当に自由にこう曲げてくれるこういういハンドリング性の、まあ、それとやはりあのサスペンションだと思いますやっぱり乗り心地がいいですしアクロでの四輪の追従性が、ね、すごくいいんでやっぱりドライバーは疲れないんですよね、まあ、そういった、ね、たくさんの要因があって、まあ、それが、ねまあ、今回の、ね、ラリーで好結果に結びついたと思ってます。 やっぱり我々ずっと長いことラリーをしてきてたくさんの経験があるんで世代交代だったり技術の伝承であったり三菱の持つノウハウ それを若いい世代に受け継いでいくまあこれがね、まあ、今回の、まあ、ラリーの参戦の、ね、目標でもね、えー、あったわけですね、まあ、うまくねそれが今機能して若いエンジニアがねどんどん育ってきてるんで車作りにねきっと役立ててくれると思いますやっぱりこうね今までやっぱりラリーで長年三菱自動車が培ってきた経験っていうのが随所にこう生かされてね優勝させることが私監督としてはできたんでもうこんなね嬉しいことはないですよ。 市販車がすすごい近い近とところにあると思うんですよねラリーで得た技術ノウハウを必ずや私たちはすぐにね市販車にこうつなげていく、まあ、それを乗っていただいたお客さんが「さすがだね」やっぱりいいねって思ってもらえると思うんですねチーム三菱ラリーアートですからラリーアートとしても魅力ある商品だったりパーツだったり、まあ、そういった、ね、ものをやっぱり作って車の楽しさをお客様と共有できたらなというふうに思ってます、まあ、今回ねこのラリーが終わっていろんなね方々から言葉をいただいたり。 またいろんな、ね、メディアの方にも取り上げてもらって、三菱復活とかね、強い三菱が帰ってきた、温かい言葉たくさんもらえました、狙うは連勝だし、まあ、上位ね、独占できるよう、またしっかりね、準備して、来年に臨みたいと思います。